ありがとうございます。西田製作所です。今日の動画はですね、当店の、公開している動画の中で一番、まあ、やっぱ見ている方が多い動画っていうのが、設定復活剤について、使い方とか気をつけてください、あれは使っちゃダメですよ、例の赤いやつですね、とかについて語ってる動画です。これね、結構コメント欄も賛否両論あって、もう使ってるっていう方もいるんですけれども、基本的にあれって何かと言いますと、ここにちょっとメーカー名は伏せますけれども、あれがあります。これね、第三石油類、鉱物油ケロシンってあります。ケロシンって何なのさっていうと、言ってしまうと正体は灯油です。灯油、はい、ケロシンってのはジェット燃料とかもケロシンって言うんですけれども、いわゆる灯油なんですよ。で、灯油ってことは石油製のものでして、やっぱりね、長期的に見るとやっぱり樹脂を傷めるっていう傾向があるのと、あくまでもね、灯油なんで、まあ、洗浄とかには向いてるんですけれども、残りますし、極端に言うと蒸発しないでいつまでも残り続けちゃうんですね。残り続けるとやっぱり樹脂に悪い影響を与えてしまうので、まあ、それで樹脂がダメになって壊れるっていうのはよくあることなんです。まあ、そんなわけでどうなるかっていうので、ちょっとこの後、いろいろと実例を取っときましたので、それを交えてですね、説明したいと思います。はい、今回ね、ちょっと以前からやってます接点復活剤に関する動画なんですけれども、それの続きです。今回ですね、接点復活剤大量に塗布するとどういう弊害があるかっていうところを、修理の中の実例としてお見せしたいと思います。これね、ボックスの AC30 の、インプットジャックの基板なんですけれども、どうやら接点復活剤が大量に吹かれていたようです。見てください、この分かりますかね、もうびっちょびちょなんですよ。これもで、びっちょびちょで、結局樹脂がやられて、インプットジャックのこのナットの部分ですね、ポッキリ折れちゃってます。これじゃあスイッチクラフトとかの金属製のジャックなら大丈夫なのって言ったら、そうでもないってところです。もう外してみたら、この基板のこの内側もびちょびちょで、まあ、基板これ、ガラスエポキシっていう基板なんで、機材がグラスファイバーみたいなものなのでまだいいんですけど、これ例えば古いボスのコンパクトエフェクターとかだと、紙フェノールっていって紙に樹脂浸してあるもので、こいつ結構湿気を吸うんですね。で、このような接点復活剤を吸うとブヨブヨになっていることもよくあります。なんでね、やっぱつけすぎ吹きすぎは良くないという、これ一つの例としてお見せしたいと思います。ジャンクのとあるメーカー、日本のメーカーの昔のエフェクターなんですけど、これ、基板ね、紙フェノールっていって紙に樹脂が染み込ましてあるタイプのプリント基板なんですね。この辺とかに今こうやって接点復活剤とかと、これがついちゃってると、もうひたひたになってると、これがまあリークしちゃったりとか、あらぬトラブルを生んだりとかするという例です。まあ、ひどいとね、基板反ってきたりとか、ボロボロになってきたりとか、ほんとします。まあ、そんなところで、まあ、もうジャックからね、バシャーっと吹いたり、大量に吹いたりとかすると、もうなんかひたひたになってダメになるという一つのケースです。はい、そんなわけでね、本当使い方なんですけれども、基本使わない方がいいっていうのが、さっきも言いましたけれども、鉱物油系の潤滑剤、浸透潤滑剤、これは接点復活剤ではないんで、まあ、ちょっとご使用はおやめくださいってところです。またスプレータイプのね、接点復活剤も本当に大量にもドバーッと出るんです。このドバーッと出ることで最終的に樹脂をダメにしてしまうっていうことをよく見ております。あとですね、やっぱり動画の中でも言ってますけれども、プリント基板とかね、まあ、まだガラスエポキシ基板とかだったらいいんですけれども、紙フェノールっていう基板だと、まあ、中に染み込んでしまって、まあ、それで漏電したりとか、いろんな悪影響出ます。だから使う際には大量に吹きつけない、まあ、適量にとどめる、もしくは綿棒につけて拭き取る程度にとどめる、もうそれでもダメなら修理に出す、この点をちょっとね、ご理解のほどよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と動画の高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。